コミコード始まった。みんなこんにちは、どうも。みんな最近どうですか？みんな最近やる気ありますか？やる気あんのかっていう最近俺何言ってる。とりあえず俺のカムラウーマンが日本に帰っちゃったんで、また動画一人で作ることになってて、そのせいで全然やる気ちょっとなくしたということなんです。はい、すいません。動画全然やって楽しいけど、なんか二人で楽しくやってたから、また一人で動画作るってなるとちょっとやる気なくす、それは。で、この前 Facebook で知り合いがなんかやる気についてとか、なんかやる気は存在しないみたいな記事をFacebook に投稿して、それ面白そうと思って今日は一緒に読もうか。ね、僕と君二人きりで、その記事はこれですね。r25.jp という聞いたことないサイトなんだけど、これね、これが記事。やる気が出ない日はどうするんですかね。みんな困るんですよね、やる気ない日。ほぼ毎日なんだけど。やる気が出ない。全ビジネスマン必見。簡単にやる気が出す方法を教えてください。脳研究者、やる気なんて存在しないですね。どうでしょうね、やる気っていうのは存在するんですかね。なんか今日はやる気が出ないな、そう思ってやる気を出す方法をネットで検索してみると、目標を立てる、なんちゃらなんちゃらを設定する、テンションが上がる音楽を聴くとか、当たり前なこととして出てこない。なんか久しぶりに日本語読んだ気がする。なんかスムーズに読めない。やる気は科学的には存在しない概念だった。どうですかね、やる気を出す方法を求めて研究室にお邪魔しました。編集部員を穏やかな表情で出迎えてくださった池谷先生。とりあえずユタクがこの人の顔あんま好きじゃないかも。まあ人の顔とかで判断するようなカス人間じゃないけどね、ツッコミゴードは。でもこの場合はちょっと判断します。とりあえずこの顔見て、こいつやる気ないなと思った。まあやる気という存在信じてないからかな。まあいやで、編集部名付けてメガネがやる気出す、やる気が出る方法を求めて、このやる気のない池谷先生のところにやってきました。これ記事じゃなくてなんか会話？まあ分からん。メガネ、池谷先生、本日はやる気を出す方法を求めてやってきました。どうぞよろしくお願いします。それで言うとそんな方法はありません。だってそもそもやる気自体が存在しないものですから。おお、いきなりうざいんだよね、池谷先生。最初からもう何よ、何様だよ、いきなり衝撃的な結論が。いいですか、やる気という言葉はやる気のない人間によって創作された嘘なんですよ。今からそれを説明していきますね。虚構、あれ虚構と読むんか。そっか、虚構。まあまあ続きまして、人間は行動を起こすからやる気が出てくる生き物なんです。まあそれは同感なんだけどね。
行動で出てくるんだよね、やる気っていうのは。でも いきなりあのやる気っていうのは存在しないと言ってる池谷先生は、いきなり行動を起こしたらやる気が出てくるって言ってる。じゃあやる気っていうのは存在するじゃん、そんなら。仕事、勉強、家事などのやらないといけないことは最初は面倒でも、やり始めると気分が乗ってきて作業がはかどる。そうした行動の結果をやる気が出たからと考えているだけなんですよ。ああ、言い回しが。はいはい、池谷先生。では、やる気が出ないから行動を起こせないというのは、で、可愛いメガネが聞いてきて、それは心理的にはありもしない壁を勝手に作ってるでしょ。もういいこいつ。ありも、もう心理的ながらありもしない。心理的って頭の中はなんか存在しないからほっとくことできんじゃん。心理的に存在するならそれ十分存在感があると思うんだけどね。ねえ、やる気が出ないというのは極行にすぎません。だから面倒な時ほどあれこれ考えずにさっさと始めてしまえばいい。まあそれはそう、やる気ない時にもうとりあえずやれて、やる気なくてもやれるからね。あの何でも、宿題やる気ないとか運動する気ないとか、やる気あるかないかに関わらずもうやれっていうのが正しいと思うんだけどね。やる気を出すにはどうすればと考えるだけで行動しないことは時間の無駄でしかありません。それはちょっと違うかもな。ちょっと違うと思う。まあ例えばの話だけど、例えばジムに行ってなんか筋肉作りたかったら、なんかやる気ない時もあるじゃん。でもなんか YouTube でなんかめっちゃムキムキの人の動画とか、あのめっちゃ頑張って筋トレしてる人の動画とか見たら、もうすぐやる気出るじゃん。で、あ、やっぱ俺もジム行きたいってなるじゃん。それ無駄な時間じゃないと思うけど。では、やる気を出す方法を探すこと自体も無駄なことなんですか？そうですね。本来やる気というのは行動を起こせば自然とついてくるものなので、わざわざやる気を出すために特別な方法を探す必要はないです。人間は言葉を発達したことで行動の結果に近すぎないものに対してやる気なんて言葉を作ってしまった。あ、そういうことか。それにまた分からん感じされているだけなんです。やる気はそもそも存在しないし、単なる後付けの言葉に過ぎないと。やる気以外に関してもこれを同じように現象が見られます。例えば普通は楽しいから笑うという行動が出ると思われていますが、これは本来的には笑顔を作ると楽しくなるんです。まず行動があって、その後感情が植えるんです。同じ原理でガッツポーズという行動をとってみてください。達成感というガッツポーズってこれ、達成感という気分がうじるんです。私たちの感情や気分の起点になるのは脳ではなく身体なんです。え、ガッツポーズ取るだけで達成感を感じられる？そう、達成感。一つのガッツポーズで、よし、やったー、
やったよ、よしできた。俺の達成感は、俺の達成感感じてないんじゃん。いやいや、頭の中でただガッツポーズ取っただけじゃんってなるけどな。え、これこれよね、これで達成感が、うん、よしよしできた。俺の達成感はどこに、どこに。まあ、あの池谷先生間違ってんじゃんっていう達成感はちょっと感じたんだけどね。負けた。脳が、脳内物質みたいなものを作って、そこから感情が生まれるものだと思ってました。最終的にはそうですけど、そもそも脳にスイッチを入れるのは身体、まずは身体を動かさない限りスイッチは入らないわけです。でも実は身体を動かさなくても脳にスイッチが入る、ちょっと面白い方法があるんですよ。編集部がそれを知りたかったです。それ最初から言え。もう脳のスイッチとか言っててさ、それやる気って言うんだよ。もうムカつく、この池谷先生。脳にスイッチが入る。もう散々やる気とかなんか存在しないとなんか言いつつ、最後にでも脳にスイッチが入る方法とか、もう言い回しが、もうそんならさ、最初あの自分はやる気っていうより脳にスイッチが入るような言い方してるんですけどみたいな伝えればいいと思うけどね。そんなこのやる気のなさそうな顔、まあやる気自体信じてないからねこいつ。じゃあまあとりあえずじゃあやる気が存在しないんだって。あのでも脳のスイッチっていうのがあるから、その方法、あの頭の上に意識を集中させるんです。え、頭のここか。まずは目を閉じて、テニスボールでもリンゴでもみかんでもそれくらいの大きさの球体を頭の上に乗っけて、ゆっくり手を離して目を開ける。そうするとスムーズに行動を開始できるんです。これこれにします。壊れそうなもので。え、目を閉じて、で乗せて、でこれまあやる気は出ないけど脳のスイッチが入るっていう。で、え、どうすればいい？ゆっくり手を離して目を開ける。そうするとスムーズに行動を開始できるんです。まああの動画の途中だから、他のやる気とかなんかこれからドラムの練習とかそういう感じじゃないからね。なぜそれで脳にスイッチが入るんですか？脳のスイッチってやる気って言うんだよ、おいバカ。もういいやこいつ。もうしかもこれから長いよ、いろいろ説明かー、疲れる。最後なんて言ってる？やる気がないことを責める第三者も多いじゃないですか。会社だと上司、学校だと先生とか。それはパワハラですよ。何言ってんだ。だって存在しないものを出せと言ってるんですから。うわだ、うざい。とはいえ一般の方は脳と身体の関係を知らないわけですから、まずは今日のお世話を理解してもらうところからですね。
まあ脳よりはもう、まあ脳よりも鍛えるべきは身体です。スムーズに行動できる身体があってこそよく動けるのですから。やる気という言葉はやる気のない人間によって創作された虚構である。どうですかねみんな。いや、やる気っていう、もういい。でもなんか、まあ身体で脳のスイッチが入るというまあわかるけど、まあ、とりあえず行動すればやる気が出てくるのは同感なんだけど、あるじゃん、音楽聴いてやる気が出るとか。だって俺ドラム、今からドラムの練習するんだったら一番先に好きな曲とか YouTube でなんかすごいドラマ見てからすごいやる気が出てくる、一気に。でそれやる気出す方法だ。まあとりあえずみんなのやる気が出る方法みんなそれぞれだから、自分で考え、自分で思いつくしかないんだよね。どうすれば自分が行動できるっていいんだよね。まあとりあえず、まあ、決心が必要やな。で一応やる気を出る方法、やる気を出す方法とか、動画とか見るんだったりさ、毎日それに頼ってたらその効果が薄くなっていく。動画見てやる気が出るっていうのが、だからそのやる気が出るきっかけ毎回変えていかないと効果が薄くなっていくと思うんだけどね。まあそれぐらいかな。でもまあやる気というのは存在しないんだよね。ノンスチューできない全然。ごめんなさい。ということで明日からみんな朝からやる気が出るように考えてください。みんなそれぞれだから、みんなそれぞれだからね。まあ今日はそんな感じで、じゃあね。